はい、ちょっと待ちます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 。はい、ありがとうございます。あら、ありがとうございます。本当に、いやー、ちょっと皆さんごめんなさいね、この5時5分という時間で、皆さんすいませんね、このゴールデンウィークという、ゴールデンウィークのその5時5分ってね、なんかなかなか今出先とかの人もいるのかな、ちょっと待ってね、コメントがね止まっちゃったんだ、コメントが止まっちゃって、あーうんうん、ちょっと待ってね、うん、コメントが俺には見えないんだがどうしようかな、ちょっと待ってね、ありがとうございます、皆さんしばしお待ちを、今ねコメントがね、ちょっと待ってな、こういうもんなのか、ああ、こういうもんなのか、こんにちは、すいません皆さん、この大事な時間ありがとうございます。あ、買い物中ね、買い物中に見ていただいてありがとうございます。はい、改めまして、32歳の深澤です、なりました、ありがとうございます。そうね、お誕生日ありがとうございます皆さん。で、なんかこのさ、後ろのやつあるじゃん、この風船とか、このこれとか、ツールがやってました、マネージャーのマネージャーのツールがねやってくれてました、ありがとうございます。はい、というわけで32歳になりましたけども、あ、なるほど、予定全部キャンセルして待機してた、すいませんね、ありがとうございます本当にね、え、5月5日32歳になりましたけど、うん、そうなのよ、鶴がやってくれてたんです、ありがとうございます本当に。いや、なんかあれですね、その、まあ、31歳のね、最後のこうお仕事が、そうそう、昨日の生放送だったんですけども、あのファッションショーのね、まあ、ファッションショーのなんて言うんだろう、こう進行、司会進行みたいなのをこうやらさせていただいたんですけど、めちゃめちゃ、うん、風船で反射してる、風船でどれ、あ、鶴です、鶴です、鶴が今多分反射しますね、うん、鶴よかったな、あのインスタデルタさんはい、そう昨日ね、そう、深海進行やらせていただいたんですけど、いやー、すごく楽しかったですよ。なんか生放送はね、こう普段だったらそのノンストップとかこういろいろ出させていただいて、生放送というものはこうね、なんとなくこう経験はあるんですけど、司会進行っていうのはね、なかなかこう刺激的な、でもすごく楽しかったですね。まあなんといってもやっぱこう一緒にというか、こうやっぱバナナマンの2人がね、こうあと小泉さんもそうですけど、本当にいてくださったんで、なんかねリラックスしてできたかなっていう、はい、感じですね。はい、あ、そうね、そう、 MC ありがとうございます。あとあれだよ、その踊ってくれてたその日本一のこうグリフォンっていうチームと、そのキッズダンサーの子たちがさ、ブラザービートをね踊ってくれたんだけど、やっぱ嬉しいよね、なんかこうなんだろう、誰かが、他の人がこう自分たちの曲をこう何踊ってくれるっていうのはすごく嬉しいですね、やっぱね、つい体が動いちゃうというかね、すごくなんか可愛らしかったですね。あとね、本当にすごくいい経験を、生放送の司会っていうのはすごくいい経験をさせてもらいましたけど、あ、そうかそうか、先に言っとこうか、32歳だからさ、32歳の抱負だよね。いやー、なんて言うんだろう、この今2024年だよね、2024年のこの、まあ、1月、2月、3月、4月は本当に
いろんなことをやらさせてもらったわけですよ。まあ、ドラマだったら春になったらもうそうですし、まあ、舞台だとやっぱガラもね、無事に千秋楽、はい、迎えることができましたけども、なんかすごくいろんなことをやらさせていただいたので、やっぱ自分もこういろんな刺激を受けてね、本当にいい経験になったので、まあ、この経験をやっぱこの32歳生かしたいなと思うので、まずというか、やっぱこうドラマはね、すごくなんか自分が普段あまりこう経験がないから、なんか本当この前それこそ春になったら一緒にね、こう周りいろんな方たち、もう本当にすごい人たちと一緒にお芝居させてもらって、なんかすっごくいい経験になったのよ。だからこれをやっぱこうまた生かしたい、その学んだことを生かしたいなっていうふうにすごく思ってるから、やっぱドラマはね、機会があればまたね、なんか出たいなというふうに思うし、まあそれこそ舞台もね、ガラも無事終わりましたけど、またなんかこうさらに、もうもちろん今回もすごくね、いい自分たちのできるいいこうパフォーマンスができたんじゃないかなとは思うけど、またさらにねレベルアップして、またなんかね新橋演舞場に戻っていきたいなというふうには思うし、まああとはやっぱそれこそ地方とかもね、なんかね行けたらいいなとかも思うんで、やっぱそういうのをやる、そういうのをやらさせてもらうために、もっと自分のいろんなスキルを上げなきゃいけないなっていうふうにね思っているので、やっぱ32歳は自分磨きをね、まあちょっと遅いよってこうなるかもしれないけど、なんか自分にとってはこの32っていう年はちょっと自分磨きの年にしたいなっていうふうに、まあそれは全部そうですよ、まあ、ダンスももちろん、歌もそうだし、 MC もそうだし、お芝居もそうだし、いろんなスキルを磨きながら、その合間をこうファファッと塗って、まあ車の免許取れたらいいなっていうふうには思いますね。はい、しっかり、ありがとう、ほんと免許は取りますよ、取りますよ、そうやりますよ、免許はちゃんと、ああはいはいはい、いやほんとね、いろんなとこ行きたいなと思いますよ、うん、そうそう、免許頑張りますよ、本当に。でも本当ね、いやもちろん取りたいわけよ、こう車とかもこう運転してみたいですしね、うん、そう、地方は行きますよもちろん。誕生日連絡、ああ誕生日連絡ね、あ、いやもちろんみんなから来ましたよ。なんかあと今年はというか、なんかこう阿部ちゃんはさ、いつもなんかこう自分の顔にこういろいろペイントしてくれてね、こう連絡をしてくれるわけですよ。今年もそのアニメのこう、まあ僕も好きなこうアニメのペイントをして送ってくれたんだけど、ね、そのあとやっぱバサとかから来たね、バサイが渡るとか、あとはあとあれだ、それこそ今回ガラでねこう一緒に出てくれた羽村も来たし、寺澤も来たな、はい、なんかすごいみんな嬉しいっすね、やっぱ、うん、何のアニメが好きだの、あー俺ね、マッシュル を見てるんですよっていうのをこう話してたら、阿部ちゃんが顔にねマッシュルの絵描いて送ってくれました、はい、なんか すごあいつすごいのよ、なんか毎回ほんと多分阿部ちゃんももうちょっとなんだろう、阿部ちゃんもなんかね引き際というか、その嬉しいよ俺はめちゃめちゃ、でもやっぱ最初からこうずっとやってくれてるからさ、いや本当に大変だろうなと思いながらも、でもなんかやっぱそれをちょっと楽しみにしてる自分がいるので、阿部ちゃんにはこれからも引き続き何歳になっても顔にペイント何で描いてるのかねあれだけど、もちろんすぐ落ちるやつで描いてるだろうけど、なんかねこういろいろ描いてくれて嬉しかったですよ、はい。
な、え、何年続いてんだろうねそれ。結構ずっ、いやずっとじゃないかな、本当にずっとやってくれてるかもな。いつからだろう、二十歳ってやってくれてたっけな。なんかでも本当そう、10年ぐらいやってくれてると思うよ。そう、32歳になってからメンバーには、あ、メンバーには会ってないですね、32になってからは。まだね、うん、そう、そうなのよ。すごい、いや、そうですよ。だから他のメンバーもね、本当に連絡くれてありがとうございますって感じですよ。だから、やっぱこう、祝ってもらえるっていうのはやっぱ嬉しいっすね、本当に。なんか、あ、自分の周りにはこんだけ、なんだろう、まあ支えて、まあ、メンバーだったらね、こういつも支えてくれてたりするからさ、こう支えてくださる人だったりとか、こうでみんなだったらなんかこうこんなに応援してくださってる人がいるんだなっていうのをこうやっぱ改めてこうなんか実感できるから、もちろん分かってはいるけど改めて実感できるから、なんかすごく誕生日っていいなっていうふうには思いますね。うん、そう、すいませんね、この5時5分という、まあ、5時台、5時台でさ、その15万人でしょう、本当にありがとうございます、本当皆さん。うん、あ、ガラの選手力ね、ありがとうございます。いや本当に嬉しいっすね。でもね、あとはだから最、だから俺最近だとね、やっぱまあ舞台もあったからなかなかこう時間が合わずにこうだったんだけど、いつだっけな、何日か前ぐらいに設楽さんとねご飯に行きましたよ。最近行かせていただいて、そうだからちょうど昨日こう生放送だったからね、そのちょっと前に会えてたから、なんかこういろんな相談はしました。どういうその、そのし、なんか司会はやっぱもう設楽さん、バナナマンのお二人はやっぱね、もう本当にすごいたくさんそういうのをやっていますから、どういう風にしたらいいんですかってアドバイスをこう結構しましたね。はい、まあでもなんからしくていいと思うよって、なんかあったらあの俺たちもなんかこう助けるからってこう言ってくれたのすごくね、あのそれで気持ちがすごく楽になりましたね。でもね、本当に素晴らしい人です、設楽さんをはじめ日村さんもそうです、本当に。そう、うん、すっぴんだよ、うん、すっぴんだよ、すいません、すっぴんです。はい、もうお風呂入ってそのままです。うん、あ、設楽さんからもらいましたよ誕生日プレゼント。あの僕も最近ではないけど、なんかこう古着にこうハマりつつあって、で買い物設楽さんと行くときはあの古着のお店行ったりするんだけど、でこうあのこれ なんだろうな、そうバーって買ったりはするけど、設楽さんからもその T シャツいただきましたね。はい、そうなんですよ、あの嬉しいですよやっぱり。そう、メンバーからはまだですね。はい、そしたらさん、おしゃれよ。うん、あ、ちなみにあの今なんかあったけど、あの 家ではないですよここはい、家じゃないですねここは。はい、そう、メンバーから楽しみですよ、すごい楽しみです。さあ何がね来るかというかね、なんかこうもらったらね、まあまあまたみんなに報告できたらいいなと思いますけど。うん、あ、設楽さん買い物行きますよ。あとだ、あ、でもあれだ、そのそれこそ木梨さんもね舞台見に来てくれたんだけど、あの舞台終わって落ち着いたらご飯連れて行ってくれるって言ってたんで、
まあ、近いうち行きたいなと思います。木梨さん行きたいです。はい、ここで言っとこう。はい、うん、ありがとうございます。本当にいや、ほん旦那来る、光のことかな。光は来ないですよ。あ、逃走中ね。うわ、逃走中、そうだわ、すっかりやったけど逃走中ね。あれ本当悔しかったっすね。マジでリベンジしたいわ。やっぱずっと出たいってこう言ってたから、中途半端な結果は出せないなって思って、まあ、いざ臨んだんですが、やっぱねハンターが早いわ。テレビとかでこういつも見てたんだけどさ、テレビで見てるより早いわマジで。でもいや、このヒリヒリ感というか、なんだろう、こうドキドキする感じってあんま味わう機会ないなと思って、もう一回出たい。あれは次は絶対に逃げ切る、はい、間違いなく。あ、そうね、コンタクトつけて、そう、俺だからもちろんつけてやろうと思ったんだけど、その俺コンタクトをつけて、そのめっちゃ走るという経験をしたことがなくて、それがそのどっちに転ぶか分かんなくてつけなかったのよ。でも確かにしくってた。そのやっぱコンタクトつけてさ走るとさ、なんかさカピカピになってさ、カピカピになんない？ごめん、俺分かんないんだけどさ、走ったことがないから、あんなガンだね、しかもないからさ、だから その不安があってそのつけなかったんだけど、でもあとはちょっとやっぱ外だったから始まった時は暗かったのよ、どちらかというとね。だからそのハンターってその 黒でそのなんか黒のスーツにこうなんか白じゃん、中が、ね、同化しちゃって分かんなくて、そうコンタクトって瞬きしまくりながら走る、瞬きしまくりながら走んの、そうなの。あ、ソフトコンタクト、ソフトコンタクトってなんだ、ソフトコンタクト、俺あれ一日用だぜ、それがソフトコンタクト、分かんねえわ。一日しか、一日のやつ、俺が、ごめん、ざっくりと、一日のやつ、一回使ったら、ポイってするやつ、俺が使ってるのはね、そう。では、目薬も、そう、それも考えたよ、もちろんね。でも、暗いという条件はちょっと対応できてなかった俺が、こう普通のこの明るさだったら別に見えるんだけど、その黒に対しての黒、暗いに対しての黒だから全然見えなくて、だからそれ意味では、だからペア組んだのが南川さんだったから、南川さん助かったよ本当に。いなかったらやばかったかもしれない。そう、ドライアイ用のコンタクトレンズもある。あ、そうなの。そうそう、走るときゴロゴロしそうじゃない、コンタクト、わかんないんだけど。あ、ワンデイって言うんだ、一日のやつって。あー、ワンデイだ、ワンデイじゃ俺ん、コンタクトにコンタクトにゴーグルで解決。いや、おかしいじゃん、そのさ、逃走してる人がさ、その何、そのコンタクトつけててさ、そのゴーグルつけて走って、おかしいじゃんそれ。あ、ワンデーゴロゴロしない、嘘、俺たまにあるよ、ゴロゴロというか、なんかなんだろう、違和感みたいなやつ、そのなんかつけててなんかんっていうやつあるよたまに俺。ワンデーはソフト、あ、ワンデーはソフトなんだ、じゃあ俺ソフトだわ。コンタクトで伊達メガネ、あー、なるほどね、その発想はなかったわ。ほうほうほう、あ、それならワンチャンあるね。次やるときやってみようかな。コンタクトつけて伊達メガネ。
うん、それはありだわ。別にダンス中は大丈夫よ。でもその違う、その何つうの、踊りとかというより、その要はガンダを、そのガンダッシュじゃん、その逃走中ってさ、そのなんだろう、マジで走、そのマジで走るっていうか、もう本当にもうガンダなわけよ。で風をこう受けるじゃんか。でハンターも見るから、こう瞬きってあんまする時間なくてね、こうやってパッて見てこうやるから、ずっと風がこう食らうわけじゃん。それに対応できてるかっていう、対応できるのか俺がっていうところでちょっとひよっちゃったわけよ。そのそう、ん、あ、そうだよ。だから俺あれだよ、そのコンタクトつけてない時はあれっすよ、今日メガネっすよ、あの土入りのやつね。そのあ、体育でガンダしても大丈夫だった。へえ、じゃあガンダいいんだ。ガンダいいんだね。あ、じゃあ試してみてから、あ、まあそうだね。じゃあ一回なんかどっかガンコンタクトつけてどっかガンダしてみようかな。どこにしよう、どっかなんかどうしよう、なんかまあ原宿あたりガンダしてみようかな、コンタクトつけて迷惑にならない程度に。そうなんだ、ものによってそんな変わるんだ。東京ドームでガンダ、あ、なるほどね、なるほどね、それだったらありだな、東京ドームガンダね。髪染めてないよ、染めてないけど落ちちゃったんじゃない、そのあれ、あのほら舞台とかで水浴びてたから、それ落ちちゃったんじゃないかな多分ね。確かに俺誕生日になんつう話してるんだろう。まあいいんだけどさ、あんまないよね。ガンダって何、嘘でしょ、ガンダッシュ、え、ガンダってガンダッシュ、あ、今でもあんま使わないか、俺昔から結構、え、使わないガンダって、マジ嘘だろ、ガンダ使わないの、え、マジか、あ、そうね、なんかこう、なんていうの、あの埼玉のあれだよね、ふっかちゃんね、おめでとうしてくれてましたね、本当にありがとうございます。え、ガンガンダッシュなの、嘘だろ、ガンガンダッシュなの、え、ガンダッシュ、ガンガンダッシュっていうの、正式名称何、ごめん、え、ね、ごめんごめん、あのさ、ガンダッシュの正式名称って何、あ、違う違う、ごめん、ガンダの正式名称って何、ガンガンにダッシュすること、マジ、え、え、ちょっと待って待って、ごめんね、今調べてる、え、ガンガンダッシュするだっての略がガンダだって、あ、ガンガンダッシュ、ガンガンダッシュ、え、これジェネギアってやつ、これ、え、そうなの、え、マジか、そうか、俺結構使ってたけどな、ガンダ、あ、ごめんごめん、そうだ、ガンダトークで終わっちゃう、ごめんな、そうそう、ごめんごめん、全然さ、その誕生日なのに、そのごめんな、なんかガンダでも、ガンダで盛り上がっちゃったわ、ガンガンガンダッシュって言ったっけ、ガンガンダッシュ、ガンガンダッシュか、ちょっとぜひあの使うタイミングがあれば使ってみてください。あ、こ小滝、ああ、そうね、小滝ね、そうなんですよね、意外と仲いいんですよ、あのそれこそ会えばね、そのこの前もほらね、ライブとかでも会ったら喋るし、どっから仲良くなったかってあんま記憶ないんですよね、そのいつだったっけなみたいな、そう、
ちょ待ってな。はいはいはい。ん？あと3分で終わる？ん？違うぞ。あと、5時5分から、5時5分から始めて32、37ですな。ピアス増えてないよ。あ、でも増やしたいなと思いますよ、ピアス。俺右が開いてないんで、右にピアスちょっと1個開けたいなと思うんだけど、どうだろう？どう思う？どう思う？右耳にピアス開けようと思うんだけど、どう思う？ネックレスずれてない？わかんない、こういうおしゃれ知らないけど、ごめんごめん。あ、いいと思う？右耳にピアスね、いい、わかんないけど、良さそうじゃない？片耳のね、うわー、これむずいね。そうだよな、これはそのどっちもあるよな。意見的に言うとね、そりゃそうだよな、これむずいんだよ。でもなんか要は俺ずっとこの左しか開いてないから、要はさ、ピアスってさ、買うときって大体2個あるじゃんか。違う、その1個買ったら2個ついてくるじゃんか。で、いつもその片方の1個は使ってないのよ。家にずっと置いてあるだけで。そうだから、本当はいや、片耳もいいよ、いいと思うんだけど、こっちも開いといたらなんかこうもう一個つけられるのかな。そのなんつうの、こう残ってるやつをつけれるし、なんか違うやつもつけてみたいなっていうのもある。誰に開けてもらう？先生、病院のうん、インスタライブでピアス開けて、面白。でもそれ絶対自分じゃないじゃん、それメンバーに開けてもらうやつじゃん、それは。家帰ってからいつピアス取る？家帰ってからもう速攻取る。片方は視聴者プレゼント。視聴者プレゼント？嘘だろ、嘘だろ。いやいや、もうこっちやってさ、もうあげれるならあげたいがさ、でもわかんない、いずれ使うとき来るかもしんないじゃん、こっち。うん？あ、まあ翔太、まあ翔太だったらいいですよ。佐久間はちょっと怖いからあれだけど、今2個しか空いてないですよ。うん、ショートだったらいいかな。でも俺多分、俺どっちだっけな、どっちかは病院の先生に開けてもらったんだよな、俺。全然痛くないですよ、本当に。なんか気づいたら開いてました。そうね、旦那さんに聞いて。ヒカルのことみんな旦那さんって言うよね。ねえ、アクセサリーはゴールド派、シルバー派？ゴールドです。持ってますけどね、シルバーももちろん。ん？奇数の方がいいみたいだから右巻き。あ、なんか俺もそれも聞いたことあんな。俺もわかんないけど、なんか聞いたことあるよ、それ。俺、うん、そうか、あ、そういうことね。あ、そういうことか、だから旦那さんって言ってんのか。ってか、ん？あれね、ファンクラブ動画ですよね。そう、賑やかな。あれ確かほんのちょうど舞台中のに撮ったから、もう声量も含めちょっとさ、動きもちょっと、すみません、舞台張りの声量でやっちゃったから。ん？あ、
スクショタイム？スクショタイムか。ああ、スクショタイムね。ああ、そっかそっか。じゃあ、多分、じゃあとりあえずなんかスクショタイムやってみます。どうでしょう、皆さん。やってみよっか。やっぱ、まあ、誕生日スクショやりますか。え、で、これコメントまずオフればいいのかな。これで、待ってね、コメントオフ。どうだろう、オフれましたかね。オフれた？で、なんかその、その鶴がさ、来る前になんかいろいろ準備してくれててさ、なんかこういうなんか フレームみたいなやつとさ、なんかカチューシャみたいなのもあるからやるわ。これ逆になるとかあんのかな。この向きでやったらこっち、これで正解、向き正解見えないじゃん。これじゃあちょっと浮かさなきゃダメじゃん。これ浮かしてなきゃダメじゃん。で、いやいや、なんやこれ。で、これなんか綺麗なやつ、みんななんか面白い、どこがいい、なんかどこがいいんだろうね。この枠にはまってた方がいいのか。こうしとけばいい。じゃあまずこれ1回目からいきます。はい、チーズ。はい、どうぞ。あ、はい、スクショタイム。はい、そして次、ノーマル。どうしましょう、ノーマル。じゃあちょっと、なんかちょっとクールバージョンやるわ。クールバージョンスクショタイム。今、はい、今チャンス。なんだ？え？何したら、なんかや、何したら、なんか今、なんだ？なんか今、ふわーってなんか落ちてきた。まあ、いっか。ああ。すいません、皆さん、37分になってしまいました。オフできてない？絶対できてた。多分。できてた、多分。さあ、というわけで皆さん、37分になってしまいましたが。はい。あ、ピースするとなるんだ。ちょっと待って、イカラして。ごめん、これだけ。うわー、マジだ！なんだこれ、すご。おおほほほ、おお、面白。はい。すいません、37分になってしまいました。まあ、最後に、まあ、言うとするのであれば、まずはこの、5月5日のこの時間に、皆さん、本当にありがとうございます。きっと、出先でこう見てくださってる方も、家で見てくださってる方も、なんか本当に予定あったんだけど、こう、キャンセルして、なんか今、見てくれてるっていう人もきっといると思います。本当にありがとうございます。32歳、に僕なりましたけど、本当に個人のお仕事もそうですけど、グループのスノーマンのね、お仕事も本当に、楽しくてですね、なんだろう、本当にすごくいい、こう、なんて言うんだろうな、言い方難しいですけど、本当になんかいい環境で、いいみんなと、いいメンバーとなんかこうお仕事をさせていただいてるっていうのが、なんかすごく贅沢だなと思いながら、こう毎日ね、お仕事をさせていただいてます、本当に。で、なおかつこんなにもね、たくさん応援してくださる皆さんがいるというのも本当に嬉しいですし、まあ、何よりこれからのね、こう深澤もそうですけど、スノーマンもね、もっともっとね、本当にまあもっともっとこう頑張ってというか、なんかもっと皆さんとこう まず会える環境を作っていきたいなというふうに思いますし、なんか皆さんがこうね、こう応援してくれるのが僕たちの本当に力になってますので、本当にこれからも引き続き、スノーマンの応援本当によろしくお願いいたします。そしてきっとね、この時間見れなかったっていう人たちもきっと本当に、まあ、時間も時間なんでね、いると思うので、アーカイブを5月5日まで、そのだから6日になったらそのなくなってしまうんですが、5日のこう終わる時までアーカイブ残そうかなと思いますので、ぜひ、まあね、お時間がある方はまた見てください。そしてなんか見えなかったよって周りの人たちが言うんだったら、ちょっとアーカイブ残ってるんで、ぜひチェックしてくれたら嬉しいなというふうに思います。それでは今日はこの辺で、皆さん本当にありがとうございました。素晴らしい誕生日を迎えることができました。皆さんと一緒に本当にありがとうございます。それじゃあ、バイバイ。
ゃねー。これ、あ、これ切るとき大事なんだよね。これ、バッテン押すんだよね。バッテン押すんだよね。で、バッテン押して、で、切る顔大事。はい、いきます。切る顔大事です。はい、いきます。あ、いっぱい、なんか、鳥飛んじゃって、はい、はい、チーズ。はい。Nation.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid.